よお前ら久しぶりだな。めちゃめちゃ悪い子。極悪不良の高橋だ。出ました、天使不良高橋。ある時は率先して、学校のお花に水やり、屋上を花畑計画を企み。またある時は夏休み明け、2学期初日、誰よりも早く学校に来て。一人黙々と教室の大掃除。またある時は学年1位高橋、受験生のクラスメイトに無料授業を提供。よいこってレベルすら通り越して猛然に、神様。おいこらマリサてめえ、ふざけんじゃねえよ、こんな大勢に公開する動画で恥さらしか？はい、何か？とぼけんじゃねえこの野郎、気づいてるくせに。ここだよここ、ここ見やがれ。あ、春の夏期講習って。は？別にこれわざとだし、受験対策の講義だからわざと。わざとケアレスミスし、お前ら、本番でこんなもったいないミスすんなよ。っていうためにミスっただけだし、舐めんなよ。いや別に舐めてないっすけど、かわいすぎるだろこの不良、どこに恥じらいを感じてるんだ。あ、それはそうとちょっとこれを見てくれないかお前ら。あ、ふざけんなよババア、なんでいけないんだよ。親に向かってババアだと？調子乗るなよ。母ちゃんがわからずやだからいけねえんだろうがよ。だからダメって言ってんでしょ。ダメなもんはもうダメなの。ふ、この超絶極悪の不良高橋様が、ついにアニメにもなってしまったぜ。母親をババア呼ばわり、ビビったろお前ら、これが不良なんだぜ。不良ってかちょっとぐれた子でもババアぐらいよっしょ。とにかくよ、絶対母ちゃんが悪いんだあれは。ってことで動画本編はアホノンアニメで見てくれよな。動画の概要欄に URL は貼っておくぜ。そしてあと数日で12月、すっかり冬なわけだが、インフル、風邪が流行ってるからな、マジで手洗いうがい、体調管理、しっかりしやがれ。視聴者様の体調を気遣う極悪不良。は？ちげえし意味わからねえし、風邪とかインフルで体調崩したら主チャンネルの動画見れなくなって、俺様の収益も減るからそう言っただけだし。インテレか、むしろ暇になって普段よりたくさん見れるような。おっしゃ？じゃあ今日はもう午後の授業サボって学校をおさらばするか。おお、学校を途中でバックれるのはなかなか不良じゃないか。スーパー？今日はうちのクラス、A 期、豊姫、主が休みだった。A 期は軽い風邪で、熱も微熱程度、大事をとって一応休んだらしいからまあ大丈夫だろう。豊姫は熱が高くインフルの疑いらしいが、あそこは母親が専用宿で家にいるしな。詳しい、クラスメイトの家庭事情詳しい。母親が看病してるだろうからいいとして、問題は主だ、あいつも高熱でお休み。しかも今朝急に具合悪くなったみたいで、母親も仕事休めず今頃家に一人。まあさすがにお米、梅干しとかはあいつの家にあるだろうから。何言ってるのこの不良さん。栄養ドリンク、ゼリー、プリン系を一応買って行ってやるか。まさか学校をサボって抜け出してきた理由は。おい主、大丈夫かてめえ、熱が高いみたいじゃねえか。いやー、昨日の夜まで元気だったのに、朝起きたら一気に熱上がっててさ。体調管理もできないなんてだらしねえなったく。で、ゼリー、プリンとか買ってきたが、おかゆの方がいいか？あ、じゃあおかゆ食べたいかも。たくしょうがねえなこのアホ、今作ってくるから待ってな。この不良熱で学校休んだけど、親が仕事でいないクラスメイトの看病のために学校サボったー。しかもクラスメイトにおかゆ作ってあげようとしている。世界よいこ決定戦2連覇決定。さあこんな天使不良の高橋くん、母親と喧嘩になった理由は？ぜひぜひアホのアニメに見に行ってね。ということで以上、久しぶりの不良高橋でした。明日も寒いからな、暖かくして出かけろよ。じゃあまた明日な。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。